私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。共演したらどんな感じ？弟役で見たい。ランキングに並花男児道枝駿佑もランクイン。嵐の二宮和也さんと共演してほしいジャニーズ俳優たち。トップ3ランキング。ここではトップ3を紹介しよう。ジャニのチャンネルメンバーも。そして第1位は、平成ジャンプの山田涼介。山田主演の映画、暗殺教室で、CG で再現された殺先生の声優を務めていたのが二宮だった。二人は YouTube、ジャニのチャンネルのメンバーとしても、共に活動しており、今年は、ジャニのチャンネルメンバーが24時間テレビのメインパーソナリティを務めることも話題になっている。山田を選んだ人は、二人とも演技力があり、YouTube にも出演している。ジャニーズチャンネルでは仲良しだけど、共演したらどうなるのか見てみたい。36歳、女性、総務人事事務系専門職、二人とも、ジャニーズチャンネルをやっているから、30歳、女性、会社員。36歳、女性、総務人事事務系、ジャニーズチャンネルをやっていて、普段から仲が良さそうだから、27歳、女性、専業主婦、など。その他、二人の共演は見物だと思うから、33歳、女性、暗殺教室のイメージ、26歳、女性、主婦、壮観な感じがするから、26歳、女性、主婦、など。想像がつかないので見てみたい。38歳、女性、兄弟役が見たい。37歳、女性、コンサルタント、など、様々な声が聞かれた。西畑大我は二宮信者。キング&プリンスへの長瀬角が7月ドラマ、新信長伊佐沖に主演。プリンスへの長瀬角が主演する7月ドラマ、新信長伊佐沖への出演が話題の西畑大我は、公約出身の俳優として知られています。NHK の連続テレビ小説、ごちそうさんや朝の衣に公約として出演していた俳優としても知られる。西畑も二宮が主演したドラマ、山田太郎物語、流れ星の絆を見て二宮に憧れ、神様のような存在、と心酔している。昔から二宮信者で、二の二ぞっこんなので、共演が見たい。25歳、女性、教師、西畑くんは二のが大好きなので、たくさん共演してほしい。26歳、女性、アルバイト、二宮くんが好きと公言しているから、30歳、女性、会社員、などなど、ほぼ全員が二宮が好きだから、という理由を挙げている。第2位には、なにわ男子の道枝駿佑と西畑大我の二人が同率でランクイン。4月期にドラマ、金田一少年の事件簿、日本テレビ系で単独初主演を果たしたなにわ男子の道枝駿佑には、今一番成長中だと思うので、いい刺激を受けそう。38歳、女性、主婦、ドラマとかで共演したら相性が良さそうだし、共演するなら見てみたい。32歳、女性、デザイン関係、今話題のジャニーズだし、共演したらどんな感じになるのか気になる。36歳、女性、事務職、弟役が似合いそうだから、35歳、女性、という声があった。8月11日公開の嵐の二宮和也主演映画、タングタングに、シクストーンズの京本大我が出演。二人の共演に、ファンからは、二の巨もありがとうございます。二の巨も可愛すぎ、人、死の共演嬉しすぎる、宇宙一待ってました、など、歓喜の声が上がった。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に、嵐二宮和也との共演が見たいジャニーズについて聞いてみた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。